もし、立現実線が歪ませて、フィクションレベルになった時を疑問に思っていらっしゃいましたら、ただ、今年の人気ニュースについて更新するべきです。素晴らしい結果を達成できるの極秘兵器を使用ことです。キューバの米国大使館で行われました。外交官たちが音響兵器というものに攻撃されました。今視聴者様はどんな音がされるかどうか見つけ出されます。効果は大変でした。近くにいた人は、音の波のせいで、頭蓋骨の骨が共鳴されて、恐ろしい痛みになってしまいました。他の人の頭がゴロゴロになって、いた立場に吐かせられてしまった。他の人は聴覚の永久損失になれたと思い残しています。音響兵器はもう空想科学ではございません。存在しています。音響兵器は簡単にセメント壁を横切ることができます。写真を見ると、どこまでに降下できるのを確認できます。画像をご覧になってください。キューバの米国大使館の21員は仕事を終わらせられてしまいました。本室職員だけを残られました。米国の情報機関たちは、怪しいのはキューバ政府だと思われは、不条理なことだとおっしゃっています。この攻撃が、列強国からや、もっと洗練で、もっと行動で、もっと危険な境界から行われました。今はここに、小さな部分に縮小されて、音響兵器がどんな音がするかどうかを見せて差し上げます。直接攻撃のせいで、現行脅威を受けて、退出させられたの21米国人が聞いたの同じ音を視聴者様は聞きます。おすすめはヘッドフォンを使うことです。ボリュームをお上がりください。大使館で聞かれた音と比べて、これは部分の 5% でさえありません。ご想像になさってくださいませ。視聴者は被害者たちの立場にいれば、逃走できない兵器の被害者であれば、どんな感じになるのをご想像してください。壁の裏手に隠られません。車の下に避難所がないのです。この音を 95% でもっと強く増幅すれば、被害者が感じさせられた痛みを同情してください。先進国で、モールにはご迷惑をかけている人を制御するために、とても高く低周波の音が使用されます。もっと高く低周波で、20歳以下人にとって耐え難いと思われている音を視聴者は聞きます。さっきに言ったように、音響兵器はもう空想科学ではございません。現在の現実です。21世紀の兵器でございます。今ここにあります。動画をお好きになりましたら、どうぞライクして、友達と共有してくださいませ。毎日、私の Facebook や Twitter と Instagram に面白いコンテンツをアップロードいたします。どうぞご登録してくださいませ。聞かれた音を提供したり、この動画の考えをお伝えしたりして、ヘラルド・ブルメルフィールさんに特別な感謝を申し上げます。ドローズでございました。おやすみなさいませ。